皆さん、おはようございます。マーティン、デアのミラクルドボーイ、まだ独身のキングタクです。キングタクの P リーグア今日は華麗なるサマン、小林あゆみさんの凄さを私が語ります。小林あゆみさんは、えー、プロマー、45だっけかなわかんない。忘れちゃった。まあ、サウスポーとして本当すごいですね。P リーグに初出場は確かに苦戦しだいられました。 その後、徐々に覚醒し、当たれば当たるほど強い小林あゆみさんです。はい。B リーグでは優勝を何度か経験してますが、最初に出た頃はまあ、優勝はしたものの、まあ、苦戦は強いられておりますね。多摩地の苦戦。はい。その後まあ、どんどん川崎に移転して、まあ、はい。まあ、苦戦はまだ強いられ、出場停止と一回戦入ったり繰り返しながらも、 私がいた時にはまあ、応援に行った時には優勝してたそうです、小林歩さん。その後優勝し、当たれば当たるほど強い小林歩さんに覚醒したそうです。JPBA の公式戦も優勝経験ありで、今でも強い小林歩さんです。はい。すごい選手です。はい。もうサウスポーながらもう強烈で、もう投げが本当にストライク、当たる確率が高い選手。まさにアブレージボーラーとしてすんごい選手。 サウスポー、アブレージボーラーとして本当にすごいもんですね。はい。というわけで以上です。バイバイ。